コロンビア自衛軍連合、コロンビア自衛軍連合、自衛軍連合、あるいは、自警軍連合、自警軍連合、オートディフェンセスニーダスでコロンビア、AUC は、コロンビアの地方のほとんどの、準軍組織を参加にめる、上部組織である。創始者のカルロス・カスターニョ・ヒルは10代の頃から準、軍組織に所属し、イスラエルで訓練を受けていた。カルロスは、兄、 フィデルの失踪後、コルドバ・ウラバ州自衛軍、アクノダーとなり、その後カルロスが別地方にあった準軍組織をも束ねる形で1997年4月に結成された。AUC の交渉では独立派を除くコロンビアの準軍組織の約90%を支配しており、構成員は1万人から2万人である。AUC は米国を含めほとんどの国と組織から、 テロ組織とみなされている。AUC は主目的をコロンビアの弱い国家が歴史的に失敗してきた反乱者とその活動、誘拐、殺人及び教養を含むから拒勤者とその支持者を保護することだと主張する。AUC は現在地方と国家の高反乱勢力と自らを主張している。元 AUC 最高司令官カルロス・カスターニョ・ヒルは AUC の運営費用の70%が拒金者からの寄付に基づく麻薬連の収益から融資されたと主張した。AUC の主要な敵は左派の反政府勢力ファークとエルンである。AUC を含めいずれも EU のテロ組織リストに並び米国務省の国外テロ組織リストにも指定されている。米国務省は2001年の虐殺、拷問。 その他人権侵害を非難するリストに AUC を挙げている。コロンビア国家警察によれば AUC は2000年初めの10ヶ月間に804件の暗殺、203件の誘拐、507人が犠牲となる75件の虐殺を起こした。AUC の犠牲者はゲリラかその共感者だと主張した。戦闘戦術は反乱者の主力部隊に対する通常、及び デディラ作戦からなる。準軍組織は伝統的に政府治安部隊を避けてきたが、軍と警察部隊と AUC の衝突が増加しているとされる。2005年2月国連人権高等弁務官は、AUC は2004年に342件の休戦違反を犯した。それには武装解除した元隊員の強制徴用、虐殺、強制移住、選択的で、 系統的な殺人、誘拐、強姦、失踪、脅迫、略奪が含まれる。これらの活動は11の州で行われ、多くの場合先住民の共同体の民間人を対象とした。と報告した。複数のアナリストとヒューマンライツウォッチは軍及び警察が AUC 参加の準軍組織との共同作戦あるいは見逃しなどを行っていると報告し、 CIA の関与を指摘している。これらアナリストの大部分は近年それらが減少傾向にあり、準軍組織の影響と戦うための努力が増加傾向にあると認めるものの、依然として共同作戦や見逃しなどの多くが継続しており、それゆえこの状況について批判的である。実際に AUC と政府との間で協議が始められたものの、殺人の件数が減ることはなかった。 停戦表明後、コロンビア政府の大統領アルバロウリベは、準軍組織幹部らと組織の解体と、元退員社会への再統合に向け話し合いを持った。非武装化の過程を完了するための宣言上の期限は2005年12月だった。600人以上の元退院が、現行放課で、すでに武装解除された。急戦を宣言し政府との対話に入った、法的にゲリラと、 準軍組織の双方を含む、いかなる不法武装勢力の隊員も許すと提案した、新しい法の枠組みが公式に発表された。主に武装解除が確認されると、見返りとして特定の地理的な領域の中に集合させること、彼らの犯罪活動の犠牲者に対する象徴的な償いなどが宣言された。それに対する多くの議論と論争の後に、 さらに改定された草案がメディアと正解に提示された。この新しい試みは、コロンビア議会の承認に向けて、正式に提案されたことはなく、この件に関する社会的議論が続いた。枠組みの別な詳細の中で、提起された核事件を究明する3から5人からなる、真相裁判所の創設が、大統領の要求で提示された。集団及び個人が、 国際人道法を尊重する合意に署名し、裁判所の権威を受け入れた後に、不法な武装勢力の活動に関して犯された、犯罪の自供、及び犠牲者に対する、償いの具体的な行為の完了引き換えに、最も重大な犯罪で有罪の場合に、最低5年から10年、一部、実際はほとんど刑務所の外で、服役が可能の判決を出すというものであった。 裁判で誰もの利益が否定されるなら、最高の余地は全くないだろうと売りベ支持者は見る。合意が得られぬままで、大統領は希望者個人に適用を始めた。新しい法は2006年12月31日までしか有効でないと見られている。ヒューマンライツ・ウォッチの広報担当、ホセ・ミギル・ビバンコは、大統領の提案の詳細について議論するために、開いた公式会見で、 提案が一見国際標準に沿ったように思われているが、問題を完全に解決するためにはそれより多くのことが実行される必要があると述べ、非常に批判的な立場を維持している。これらの努力と対照的に AUC の主な司令官の一人のサルバトーレ、マンクウソは彼が自身、と彼の戦友の潜在的な米国への送還の可能性に反対しており、 刑務所でついたちたりとととも過ごすすことを拒否すると公的に、表明したまた、準軍組織の間でも内部闘争が起こっており、互いに麻薬取引で汚れた他の AUC 司令官を起訴し、部隊同士で戦闘に及ぶ例まである。AUC の中のこれらの異なる地域的であり時々戦争している派閥を守備よく、平和的に引導するのはかなり難しい課題である。 2004年5月半ば話し合いにより、政府が AUC 司令官とその400人の護衛に、コルドバ州のサンタフェでラリトに142平方マイルの安全な避難場所を用意し、OAS の認証の下で、さらなる議論が6ヶ月の再開可能な試験的期間中維持された。AUC 司令官がこの保護区域に泊まる間彼らは逮捕を免れる。その状態と、 法的な枠組みの大部分は以前にはるかに大きいで領域で実行された前大統領アンドレス・パストラナは1998年から2002年の和平交渉の間安全な避難所としてファーク・ゲリラに三尾線手出る家具案を与えたことがあるが違いがあるコロンビアの方が保護区域内でも完全に適用されるので地元の州と警察当局は保護区域を去らない 準軍組織の司令官は保護区域に出入りするためには許可を求める必要があり政府に任命された検事は準軍組織以外の犯罪を調査するためにその中で捜査することができる。ドブレゼロ、二つのゼロあるいはロドリゴの別名を持った準軍組織の司令官カルロス・マウリシオ・ガルシアは1980年代以来 AUC でカスターニョと進行を深めていたが アンティオキア地域で活動していた彼自身の独立した組織ブラウケイメトロ、ブロケメトロの結成により近年不仲となりライバルの準軍組織司令官により AUC 主流派から撲滅され2004年5月30日に死体で発見された。彼は AUC と麻薬密売人との親密な関係が不適切だと考えてそれに強く反対し 政府とグループの話し合いにも反対していた。元 AUC 最高司令官、カルロス・カスターニョは、組織から距離を置くようになったが、2004年4月16日、彼自身の護衛の手か、ライバルの、準軍組織の部隊か、全く別の存在かにより、生命の危機にさらされたとみられる。代理の AUC 司令官は、カスターニョの護衛と別の、準軍組織の戦闘員との偶発的な交戦があり、 彼は生きて潜伏していると信じていると主張した。他の独立した意見の異なる派閥からの情報によれば、これは麻薬商人とその取引との関係がより親密になった AUC 最高幹部、おそらく彼自身の兄弟、ビゼンテ・カスターニョとドンベナコトディエゴ・ムリージョの命令で実行され、彼とその部下を捕らえ拷問し埋めたと主張する。 コロンビアの捜査官は、事件の想定された地域の近くで、間合わせの墓と、未だ明らかに、スターニョのものではない未確認の死体を見つけた。その同じ情報筋は捜査官が到着する前に、カスターニョと、他の仲間の死体が掘り出され、他の場所に移されたと、主張する。カスターニョは近年次第に比較的麻薬密輸業者との、癒着に批判的になり、 国家との和解を望んでいるとみなしていた、コロンビアの主要メディアと通信社はこのことが和平プロセスの潜在的打撃になる可能性を伝えた。その結果、マンクーソやドンベルナなどの残りの AUC 司令官は潜在的にウリベ政権との進行中の話し合いに非公開の交渉上の地位を主張るとみられている。2004年5月12日ボモタの刑事法廷は、 カルロス・カスターニョに対し1999年8月13日のコメディアンでジャーナリストのハイメガルソン暗殺を支持した罪で懲役38年を宣告した。AUC 共同設立者カルロス・カスターニョの死は世界的に様々な思惑の対象となった。2004年6月1日付の噂では未確認の外交筋が AFP 通信にカスターニョが 米国の支援でパナマ経由イスラエルへ拉致されたと語ったとされた。この主張に対してはまだ専門的な分析も詳細な報告もなされていない。米国、コロンビア、イスラエルの政府はこの主張を否定した。この件については他の当事者の可能性が未確認で残されている。2006年8月、元準軍組織構成員の供述により、兄、ビゼンテの指示で カルロス・カスターニョが殺害されていたことが明らかになった。9月1日に白骨体が発見され、当局の DNA 関係によりカルロスであることが確認された。2004年5月上旬ベネズエラ当局は、ウゴチャベスの打倒を目的として、コロンビアの準軍組織とベネズエラの反政府派の一部と共謀して、カラカスの軍事的な標的への一連の計画された。 攻撃始めようとしたとして起訴された100人以上の個人を逮捕した。AUC はその件への関与を公式に否定し、コロンビアの大統領ウリベはベネズエラの大統領による逮捕を祝い捜査に協力すると誓った。チャベスはこの件でマイアミ、ボゴタの加藤政治の文書を非難したが、外交上自身はウリベの作戦への関与を信じなかったと宣言した。 個々の米国とコロンビアの上級将校も関与が疑われたが否認した。コロンビア副大統領フランシスコ・サントス・カルデロンはベネズエラの政府がこの件を非難するのと同じ熱意でベネズエラに越境しているファークとエルン・ゲリラを追跡するよう望むと付け加えた。ベネズエラの反対派はチャベスが大統領の悲鳴を求める国民投票の潜在的承認を妨げるつもりでの やおちとして、事件全体を否定した。逮捕者の大半は、ククタ出身者を含む、明らかに失業中の貧能だった。コロンビアのククタ地域では、通常軍への兵役が生涯に数回化され、彼らは、予備役の資格があった。また、数人の女性と未成年者がその中に含まれていた。後者は、コロンビアに即時に送還された。訴えられた約100人の、準軍組織は、 ベネズエラ陸軍の制服姿で捕らえられた一の銃を持ってい、少なくとも二人の準軍組織司令官とみられるものが捕らえられた。2004年11月コロンビアの最高裁判所は国家が交流した唯一の人物、ファーク指揮官、シモン・トリニダードと共に準軍組織の最高司令官のサルバトーレ・マンクーソとカルロス・カスターにの総監を承認した。 法廷はすべて麻薬取引とマネーロンダリングの告発のための3人の米国への送還要求をコロンビアの現行法の手順を踏んで決定した。従ってコロンビアの大統領が承認すればそれは現在も有効である。コロンビアのメディアは政府がサルバトレ・マンクソーの送還を承認する可能性もあるが彼とその組織が政権と行っている和平交渉の継続のために それを遅らせるだろうと推測した。マンクソ自身は彼が最高裁判所の判決にもかかわらず合意に参加し続けると宣言した。11月後半と12月前半に AUC との和平交渉で新しい出来事があった。最初にブロケバナネロ、ヤクスとバナナ生産者団の数百人がその武器を引き渡し民間の生活に再統合されるために解体した。 このグループは AUC がファークを追い払った北アンティウォケアの裏場地区に展開し、1990年代後半の半ばに地区を制圧した。しかし AUC は治安を維持し、ファークが戻るのを防ぐためとして依然として他の部隊を駐留させ、地区を支配している。また数週間後にカタトゥンボ団も解体した。 1425人の傭兵を要したカタトゥンボダンはコロンビアで最も主要な AUC 組織の一つだったので、これはコロンビアの歴史の理定表と見られた。彼らと共にサルバトレ・マンクソは自首した。数日後、ウリベ政権は彼が犯罪の活動を避けて和平プロセスへの参加を維持する限り、マンクソの送還を有効にしないと発表した。 これら大規模な AUC 部隊の解体の両方が、メデジンでの2003年の初めのものに続いた。この時に引き渡された武器は、最初の武装解除で見られた手製の散弾銃や、取り扱いの難しい拳銃より、アサルトライフル、機関銃、敵弾発射等、ロケット砲等が多数を占めた。AUC は2006年までの完全な解体が想定されている。 多くのコロンビア人と国際的監視者が武装解除の見通しに関して疑い深く複数の要因から批判する。コロンビア内外の多数の評論家の共通の関心は、武装解除の過程が真実、償い、及び正義と名付けられた極わずかな法的な枠組みすらなければ人権侵害を遂行した者たちがその罪に対する過度の刑罰の免除を楽しむのを許すこと。 なるだろうということである。別の関心は武装解除の過程の支持者が、準軍組織自体のある程度の了解なしで刑罰の免除を減少させるある一方的な試みが文章で存在し、実際に有効ではないと信じているとするものである。また少数の評論家は、ウリベ政権が AUC を民間警備会社の民兵や他の軍の組織と統合する可能性への懸念を表明した。 軍と政府の広報官は何度か AUC を国家の合法的治安組織と統合推進は全くないと宣言した。事例の報告はまだ全く出されていないが、ゲリラの侵入の可能性を防ぐために以前彼らの影響と支配のもとにあった地域で民間出資の警備会社に合流、ある設立したいとの意図を示すいくつかの個々の準軍組織の兆候がある。 潜在的な面積についての議論では、多くのコロンビアのメディアに加えシカゴトリビューンとニューヨークタイムズの社説にも批判的な見解が示されたように、国際的、コロンビアのメディアともに明確な態度を示した。いくつかの社説の主な論調は、国際社会が面積を最小限にする必要な法的な枠組みができるまで、武装解除の過程への資金提供を 支援すべきでないというものだった。この立場はカルタヘナでの支援者の会議で国際社会の代表によって確認された。2004年の後期に公的史的な議論が積み重ねられた結果、2005年、初めに政府支持派のラファエル・パルド、ヒナ・パロディやサハの元労働指導者で200年12月15日の準軍組織による暗殺ら生還したウィルソン・ボルハを含む 上党派により、ヒューマンライツ・ウォッチなどのコロンビア内外の NGO の監修も得て、政権主導の提案より適切に、準軍組織主義を解体し、刑の免除を減少させるという必要条件を満たす、実質的な改善を示す、法案が示された。これら上党派でこの法案は、見かけ上広い合意上の支持を得ている。コロンビア国会での審議は2005年2月15日に、 始まったが、大幅に遅れた。コロンビア政府の公式の法案は明らかに徐々に、いくつかの条項を、パルド、パロディ、ボルハの提案から取り入れたが、議題に関する、さらなる議論のもとになる多くの不一致が残った。また、政府の支持者を含む、他の国会議員もそれぞれの法案を提示した。2月23日 AUC 司令官は、ウェブ上で、 彼らが考慮しない敵のサハンゲリラから過度の屈辱を受けることになるとして法的枠組みに従わないとする声明を出した。また彼らは公正で平和的な方法で戦闘員が民間の生産的な生活に戻る法案を望むと宣言した。そのような条件がなければ彼らは戦争都市を続けるという見通しに直面するとして交渉の打ち切り主張した。政権の広報は AUC は国会やメディア、法的な枠組みの責任者に圧力をかけるべきでなく、話し合いをやめるのを選んだなら5日以内にラリとの保護区を殺っきだ、と応じた。AUC は後に以前の声明の調子を下げた。4月11日 AUC 広報係は、現在の御社の提案が主として、まだ麻薬の罪による相関の余地があるため、厳しすぎるという彼らの主張を繰り返した。 上記の通り、コロンビア革命軍や他の左翼ゲリラとは激しく対立し、軍や治安部隊とは戦闘を避けていたが、和平が近づくにつれ政府との対立姿勢を強めていた。創設時の AUC はイスラエルと密接な関わりがあり、前身の準軍組織がイスラエルの元軍人に訓練を受けていたほか、イスラエル人の武器将が ニカラグアの軍隊や警察から中古で調達した器を供給していた。またファーク同様麻薬カルテルとの関係が深く、カリカルテルが暗殺団ロスペペスを組織する際、AUC の全身組織が人員を提供していたという説もある。また、国際的な果物企業、チキータブランドは AUC に多額の献金をしており、 武器取引の際にも船舶を使用させていたとされている。その他、イタリア系であるサルバトーレ・マンクーソは、マフィア・ノンドランゲタと強い人脈を持っており、AUC のコカイン取引を仲介していた。AUC が活動を停止した現在でも、ブラックイーグル団、ロス・ラストロジョス、ロス・ウラベノスといった、新興右翼民兵勢力が、反政府軍と交戦、テロ活動を実行していたが、 彼らは現在、ベックリムと呼ばれ、麻薬取引を活動の中心にしている。右翼でありながら、非合法組織であるため、武器の大半はロシア製であるが、アメリカ製の武器も使用している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。